はい、お久しぶりです。ノクタンレディオでございます。皆様ご無沙汰しております。そうでしょう。今回はね、ちょっとこの2人でお送りしていきたいんですけれどもいきなりこれ、疲労困憊の状態でお送りしております。よろしくお願いしますいやこれね、はい、まあそんな声に、なるほどのやっぱり大きな大きなお仕事がはい終わったんですよね。そうです、先日まで、すみません、私事で武器関係ないんですけれども、いやいや、舞台の方をやっておりまして、それが4日間ですねありまして、それ千秋楽を終えたのが昨日でございます。なので、ごめんなさい、めっちゃなんか舞台の話するの申し訳ないんですけど、全然ここ去年とか初めて前回の舞台をやった時は、まあ、自分のなんかなんていうの、至らなさが原因で喉ぶっ壊しちゃったんですよ。あらら。はい。なんで今回はまあ確かに今日めちゃくちゃ寝てたから声全然起きてないんですけど、声は無事ですということだけよかった。お伝えしたかった。うん。そしてノクタン、おい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 、ノクタンは誰と誰の何だったの？忘れてた。ノクタンはノクタンは、はい、すいません。ということで、こちらノクタンレディオでございます。いろんなその、舞台行きましたっていうコメントをいただいたりもしましたし、うん、ブギナーさんと一緒に行きましたっていうコメントも確かいただいた気がします。出た。嬉しいですね。いや本当ね、なんかそうそう、いや僕の方にもね、はいはい、メッセージみたいの送ってくださってて、ブギナーさん、すごい、たくさんブギナーさんと会って一緒に見て、なかなかそういう機会もないみたいで、なんかそういう意味ではこう山下くんのその舞台も含め、まあ、ノクターン武器の話もできて、はい、もう最高でしたみたいな。もう武器が架け橋になってますね。いや、ありがたいですね。うん、ありがたい。そんな武器はしばらくお休みをね、お休みというか、まあそうですね、ちょっとこうリラックスというか準備期間に入っているわけなんですけれどもまあというのもそもそも監督がね、健康無事であればこそなコンテンツなんで、いやいや、ね、やっぱもう訓練されたブギナーさんたちですからもう待ってるっていう状態だと思うんですけれども、いや、ありがたい。どうですか、もうすぐ新作出せそうな感じですよね。いやいや、それはもうだってあなたこの先どうなるんだっていう。そうね、監督的にどうですか。まあどう、なんだっけ、某黒船が来るのは分かるんですけど、うん、その後をどうするんだろうっていう疑問はありますね。その作ってるツールを今、うん、ゲームエンジンのユニティっていうツールで作ってるんですけど、アニメを、はいはい、これをですね、やっぱアップグレードしていかなきゃいけなくて、ちょっと古めの、状態でずっと作り続けてたんですね、ノクターン。ああ、なるほど、はいはい。はい、まあ、逆に言うとそのアップグレードしちゃうと、はい、いろいろなんだろう、今までのができなくなっちゃったりするんですよ。なるほど。うん、だからそれを、まあ、いつかどのかのタイミングでやんなきゃいけないなと思いながら、あで、まあ、今回ちょっとまあ時間もあるので、その作業を当てるようにしようって言ってやったりとか、うんうんうん、だからただ単純にほったらかしてるというよりはアップグレードを実はちょっとしこしこやってるっていうのもあって、ああ、準備、まさに準備期間だったと。そうなんですよ。ああ、これが大変で。なるほど。そのグラフィックを表示するなんか手段が変わるみたいな感じなので、はあ、はあはあ、今までと同じように表示できるとこにまず持っていく作業っていうのがすごい大変なんですよ。ごめんなさい、今寝てたでしょ。いや、起きてます、起きてるけど脊髄で喋ってました、ごめんなさい。ああなるほどって言って、何も分かっていないやつのよだれだらだら垂らしながら、もうあ、今ちょっとスタバ飲んでるんでちょっとよだれが出てます。だそういう意味では、うんうん、まあ、若干ちょっとルックが変わったりとかはあるかもしれない、キャラクターの。おー、なるほど。ちょっと数話後に、まあもうぶっちゃけて言ってしまうと、はいはい、ついに新衣装に手を出したって感じです。おお夏服バージョンとかあるかもしれないですね。いや、可能性はあるよね。ですよね。みんなでちょっとなんかハワイ行きましょうよとか言って、ね、ノクターン武器の世界ならもう海外行き放題だろうから。行き放題、うん、ハワイでちょっと撮影
ってて、ペリンが実はレギュラー化してるかもしれないですもんね。そうね。ね、ちょっと早見さんの負担大変だけど。大変だよ。うん。まあだからいろいろね、こう見た目にもちょっと楽しいお話的にもいろいろ展開しますよという。うん、うん。監督の忙しさもありましたけれど、うん、そのまあちゃんとじゃあちょっとブギ休むかってタイミングで必要なことができて。まあ、計らずもいい方向に、ね、進んでるって感じですね。そうですね、うん、いや本当にだから、うん、はいはい、監督の中ではね、フィットボクシングのあれは記憶に新しいですけれども、はい、もう一個ね別のコンテンツやられてたじゃないですか。あ、そうね、ライン、カイトさんと、宮本さんでしたよね、はい、確かの。ちょっとなんか不気味を感じるっていうと違うかもですけど、はいはい、なんかそういうシュールなシニカルな感じがする世に送り出されて、ああすげえなーって、人を本当に一視聴者の目線で見てました。 ありがとうございます、うん、そう、あれはね、LINE がね、 LINE さんがこう、はいはいはい、新しく動画のこうプラットフォームみたいの作るって言って、うん、LINE ブームっていうのが今ありますよね。 LINE ブームってなんか LINE 開くといつぞ、いつの間にか、そうそう、できてんできてて、うん、びっくりした。でなんかアニメもやりたいと思っていますみたいなお話をいただいて、はいはいはい、でまあありがたいことに僕の作品を多分見ていただいて、ノクターンブギもそうですし、あ、嬉しいですね、うん、君とフィットボクシングとか見て、なんかああいうすごくテンポがあって面白いのを作ってらっしゃるのでどうですかみたいなお話いただいて、いやぜひぜひっていう感じで作ったんですよ。なるほど、うん、だからもうそういう意味ではノクターンブギがなければない作品だろうし、ノクターンブギ味があるみたいなね、うん、山下君言ってたけど、まさに、はい、多分そういうのがやってくださいっていうことだったんで、うんうん、多分そういうイズムは出てると思いますね。うん、ひまひまっていう作品なんですけど、はい、LINE ブームでやってるやつ、はい、ブームとかっていうのは、うん、なんか会員登録が必要なんですか？どういう感じで見、ただ LINE を使ってる人だったら、はい、誰でも見れるし、あ、ホームページも作ったので、はい、そこで全話分の URL を置いてるんですね。はあはあ、何話とかで、そこから別にブラウザでも見れるんですよ。だから変な話、別に LINE を持ってない、使ってないって人は見れる。なるほど、うん、でもよく言えば LINE で見てもらっていいねとかしてもらうと、うん、嬉しいっていうね。まあブギもそういう側面ありますよね、ぶっちゃけね。そうね、うん、そうそう、だからね、どっちもやっぱやってて面白くて、うん、暇はほんと1分ぐらいなんですよ、コンテンツ的には。あ、短いですね1分って。そうだからもうとにかくテンポとか、うんうん、手数とか、うんうん、なんかふざける手数とか、うん、逆にちょっと緩急をこの中でどうつけようとか、うん、そういうのがあって、でノクターンブギはもっと自由だから、ええ、やっぱなんだろうな、こうちょっと真面目な話もできるっていうか、そこが好きでやっぱ書いてて、うんうん、はい、等しく仕事ですけど、監督的には気分転換という意味も含めて、うん、それは僕らもそうなんですけど、うん、うん、やっぱりだからキリア演じるの多分久々になるんじゃないかなと思って。そうだよね、うん、どうしよう、全然変態な感じじゃなくなったら。いや変態だから大丈夫だよ。大丈夫ですか、僕が僕が変態だから。自画さん、あ、でも思いましたね、舞台やった時に、うん、なんだろう、ずっと同じ役とか同じセリフを、うん、まあ一月ないし何週間向き合い続けるっていうのは、うん、いつもと違う感覚で、はい、難しかったですね。あ、なんか同じことを繰り返す難しさっていうのを舞台やっててすごい思ったんですよ。はいはい、まあ、うん、やっぱりアフレコとかこういうなんだろう、ノクターンブギのその収録、録音、うん、自分で収録して送るっていう作業に関しても割とその生もの感が強くて、うん、あ、これ今のいいの一瞬なんか思わず撮れちゃった、すげーっていう感じで、うん、その勢いをなんか瞬間冷凍して監督に送るみたいな感じなんですけど、セリフとか、はい、だけど舞台とかって
ずっとそうやって同じものを磨き上げてきたことを同じようにやるっていうのが難しくて、うん、決められたたまらないなをずっとやらなきゃいけないんですけど飽きちゃってみたいな、はいはい、なんかたまらないなとか言ってるのに、なんかたまらないなとかやりたくなっちゃうみたいな、はいはい、声優業というかそういう声の仕事ではそういうのって結構その柔軟性があっていいと思うんですけど、うん、舞台ってやっぱり同じことを繰り返す勇気みたいなのがやっぱいるみたいで、うん、学びましたね。なんか奥が深いというか。それさ、いや僕も昔ね、はい、こう舞台の演出をやった時があって、はいはい、でその時なんかさもうめちゃめちゃ飽きてたの僕は。やっぱまあ、はいはい、舞台なんで1ヶ月ぐらいさこう稽古ずっともう毎日やって で、ね、うん、で役者とさずっと一緒にいて、まあ、ずっとまさにね磨き上げていく作業なんだけど、はい、でこう演出ちょっと変えたりとかさこうセリフちょっと変えたりとかして、はい、やったりするんだけど、やっぱお客さんはさそれ見てないから、うん、関係ないんだよねその飽きっていうのは、うん、そうなんですよ。なんだろうな、まずやっぱ初日だ、僕結構舞台を最近ねなかなかやっぱまあコロナもあるし行けてないけど、はい、こう舞台を見るときって大体初日に行くんですよ。はい、というと結構人によっては、初日に見に行きたい人と、中日ぐらいに見に行きたい人と、はい、多分いろいろやりながらさダメ出しとかも毎日あってありますね、うん、ブラッシュアップして千秋楽が一番だって思って千秋楽見に行く人とか、ええ、いろいろいるんだけど、僕はね結構ねいろんな意味も含めて初日が好きで、役者たちもやっぱ気合入ってるじゃん。はい、心象としては感情としては、うん、いわばもうまさに監督がおっしゃったように初日初めてお客さんを入れてやるっていう時は、うん、めちゃくちゃ気張ってて。そうでしょ。でもうなんかそっからそこで初日で初めて感覚を得るみたいなのはあるんですよ。あ、ここでちゃんと笑ってもらえるとか、うんうん、逆にここで受けるんだとか、うん、だからこそそういうなんかいろいろと考えちゃうというか、はいはい、もっとこうできないかなあそことか言って、うん、ああやってたら受けたんだけどとか言って、うん、でも結局もともとのがやっぱ一番面白かったねとか、はい、なんかねこうちょっと面白い、ね、初心に帰るというか、うん、そういう点では僕は千秋楽は初心に帰ったって感じでしたね今回の舞台。おう、うん、結構今までそれをちゃんと演出家の方に指摘してもらったんですよ。はいはい、誠一郎ちょっとさなんだろう何いろいろ背負い始めてるみたいな、あ、悪い意味じゃないんですけど、うん、ちょっとこういわゆるなんだろうな狙いに行こうとしてるかも、はいはい、誠一郎って言われて、うん、だから稽古でやったことを出せば大丈夫だからみたいな感じで言われて、うんうん、あ確かに僕の中に必要以上に余計なこ受けようと余計なことをしていた邪念があって確かに。そっかみたいな、だそれは恐れなんですよ多分、はいはいはい、弱さというか、逆に裏を返すと同じことを繰り返す稽古でやってきた基礎みたいなものをパッて当たり前のように出せるっていうのは強いことなんだなみたいな。そうね、だから同じ味を出せるっていうのは名店というか飲食店的に、はいはいはい、飲食店とかそういうまあが同じ味を出し続けることってめちゃくちゃすげえことなんだなって、なんか全然関係ないけど思ったり。いやでもそうだね、まさにそうだと思う、うん、めちゃくちゃ勉強になりましたね。いいじゃないですか、うん、すごい人って本当にいっぱいいて、うん、なんだろう、自分が見えてるものって氷山の一角なんだなみたいな、うん、もう上しか見てないじゃないですか。いやそうですよ、下見て考えることもあるんだろうけど、うん、下見て安心するよりは上見てへこむ方が健康的ではある気がしますね。出ました名言、来ました。今のこれエコーかけといてください編集で。めんどくせえな。なんなら大事入れといてください、ドドン。いやめんどくせえな。YouTube 的に。すみません。いやでも思いますよやっぱり、
だ僕にとってもこのタイミングで必要だったと思うし、なんなら、うん、去年喉ぶち壊してから、うん、学んだこともありましたしね、ケアとか、うん、はいはい、いやいいっすね、いや楽しかったです、でも本当に楽しかった、いや正直ちょっと千秋楽最後の挨拶ちょっと目頭がぐっとね熱くなってしまいましたね、きっと泣き虫誠一郎、泣き虫誠一郎、レオボルレオボルト以来ですよ聖火祭以来かも、大会場で泣くやつみたいな、いやでもそれぐらいね気合も入って、うん、本当にまああの時はなんか役柄としてって感じでしたけど、レオボルトの時は、うん、なぜ、うん、でも未だにあのレオボルト泣きみたいなこと今までないかったですもんね、今未だにないかも、いいですね、うん、いや本当に懐かしく思います、あの時もね、もちろんユートも兄貴もね、まあタッシーもそうだし、はい、瀬戸ちゃんとかもいて、はい、であれじゃないですか、今度聞くところによると影の実力者になるっていう話をね、はいはいはい、ちょっと実力者になっちゃいますそうなんですよ、あ告知しよう、影の実力者になりたくてっていうアニメがありまして、うん、そちらがまあ、2022年放送予定っていうことなんですけど、はい、そうなんです、瀬戸さんとご一緒してて、まあ、時期はずれて違うんですけど86っていうアニメでは早見さんと、うん、まあご一緒して、で影の実力者の方では、まあ、瀬戸さんがご一緒でっていう感じで結構なご縁を感じておりました ね。しかもねファイルーズアイさんね、あ、ま、そうファイちゃんも一緒で、そうなんですよ、ファイちゃんっていうんだねやっぱね、そうですね、みんなファイちゃんって言ってますね、あれですか、なんかいい芝居とか出るとナイスファイとかそういう出るんですか、ゲームで、え何それ急に、え急にどうしましたえ急にどうしましたあれ監督ってご一緒したことはナイスナイス、ああでもこれから監督がもう呼ぶしかないじゃないですか、ナイスファイって、いやいや雑まあめちゃくちゃ豪華なんで、おいもう山下なんかなんでお前そこにいんのみたいな立ち位置でちょっと本当に大丈夫かなって思ってるぐらいいやいやいや、そこにいるからいるんでしょう、うん、いやいやありがたいことです本当に、いや楽しみですねこれも、いや本当に楽しみです、それもそこのその影の実力者の中の瀬戸さんの役も、うん、もう全然全然マリじゃないんで当たり前ですけどなんかちょっとねパツキンのね、はい、シャドーガーデンのメンバーでしょ、そうですね、めっちゃ見てるなめっちゃ見てんな、怖いな、うん、すいません、まあ、お互い様ですね、ググりながら僕もね、LINE のやつ知ってるからお互いさんにねこうやってあ頑張ってるんですねとか言って、うん、そうだから逆にそのいかにマリモという役が、うん、瀬戸ちゃんの中のなんていうの異文化変化球というか、うん、新境地なのかっていうのも分かりますよね、そうだね、こないだあれだね、ユートとさ兄貴がなんかイベント一緒だったね、はいはいはい、なんか山手線のキャラクターのやつかな、ね、なんかみんなね、すごいご縁だと思って、やってますね、うん、なんならあれです、まあ、これもちょっとニュアンス違いますけどタッシーさんが、うん、モブサイコ100っていうアニメの舞台の方に出られてて、はいはいはい、やってるやってる、で僕はアニメの方にモブサイコ100でずっと出させてもらってるんですよ、うんうん、はい、そういうところでもちょっとリンクするとかって面白いなって思ったりね、うん、まあそんな感じでね、はい、ノクターンブギもちょっとねこう感覚空きながらにはなりますが、はい、こう面白い展開がまだまだ待ってますから、ペリンレギュラー化か、ペリンはね来るね、お、うん、ただねレギュラー化はしないね、あって不定期キャラ、うん、準レギュラーかな、準レギュラーいやでもね今回ね台本書いてて、はい、前はさペリンと、まあ、キリアだけだったじゃんやり取りが、はいはい、これがペリンがさシェアハウスのみんなの中に入るともう無理だわ、うん、俺は無理とはこいつら無理だわって思うわ、手に負えないみたいな、手に負えないわ確かに他キャラとの絡みって初めてですもんね、初です、そしてルイがどう突っ込むか、いやルイはねほんとね大変です、はい、初めましての人にどういうツッコミをするんだっていうのはありますよね。そうね。
ね、本当にすぐそう遠くないうちに最新話が見れるということで、はい、皆様お楽しみにしていてください。はい、はい、ということで今回のノクターンレディオはここまでとなります。お相手は吸血鬼リア役山下誠一郎と監督の森田と純平でした。せーの、グッバイラブギー締結。あ、あ